ミカエル一世の肖像が描かれた効果ミカエル一世、ランガベエは、東ローマ帝国の皇帝。ニッケフォーロス一世の娘子で、スタウラキオスの義弟。中世ギリシア語読みでは、ミハイル一世ランガベ。英外海艦隊の帝徳テオフィラクトスランガベエの息子。ニッケフォーロスの娘プロコピアと結婚し、802年に、義父が即位した後に最高職の一つクロパラテスに、 就任した。ニケフォーロス一世は、ブルガリア皇帝クルムと戦うも、大敗北を喫して戦死し、その実施でありミカエルの義兄にあたるスタウラキオスも、重傷を負ったことで、ミカエルは次期皇帝として、さらに有力な候補となった。妻、プロコピアが兄を説得して、ミカエルを後継者に指名させようとし、これは、スタウラキオスに拒まれたものの、 811年10月2日に、マギストロスのテオクティスコス、スコライ軍団司令長官ステファノス、コンスタンティノープル総主教ニキフォロス一世ら、高官たちがスタウラキオスを退位させた。大主教による退官式講して即位したミカエル一世は、ニケフォロス一世が整備した厳格な税制を改め、調和を重んじる政策を取った。これにより、 皇帝の収入が減少したにもかかわらず、ミカエル一世は、軍や官僚、教会に回す金を惜しまなかった。正教会内の派閥の支援を受けた、ミカエル一世はイコノクラスム派を弾圧し、総主教ニキフォロス一世とステディオス修道院長、テオドロスの論争では前者に、説の撤回を強いた。ミカエル一世の信人深さは、 赤子聖者テオファネスから年代記内で極めて高い評価を受けている。812年、ミカエル一世はフランク人と交渉し、その王でローマ教皇から皇帝の位を与えられていたカールをインペラトルであり、バシレウスであると認めたが、ローマ人の皇帝の称号は認めなかった。この情報の見返りに、ベネツィアが、 東ローマ帝国に返還された。対ブルガリア帝国方面では、ミカエル一世は、テオドロスの影響により、クルムから提案してきた和平を蹴った。クルムがメセンブリアを占領すると、怒った、ミカエル一世は、反抗に出た。813年春の初戦で勝利を収めると、ミカエル一世率いる東ローマ軍は6月に、ハドリアのポリス近郊のベルシニキアで、大会戦を挑んだ。 しかしこのベルシニキアの戦いは、将軍レオーン・アルメニオスの逃亡もあり、東、ローマ帝国の大敗に終わった。定位に対する陰謀が噂されるようになると、ミカエル・一世は先手を打って813年7月11日に、レオーンに上位し、修道名アタナシウスを名乗って、そうとなった。彼の息子たちは虚勢され、修道院に送られた。その中の一人、ニケタスは、後に、 コンスタンティノープル総主教となった。ミカエル一世は844年1月11日に死去した。ありがとうございます。